カンバーランドはイギリス海軍の重巡洋艦。第二次世界大戦前に建造されたカウンティ9重巡洋艦の一隻。カンバーランドは1924年10月18日にバロインファーネスのビッカース・アームストロング社像戦所で寄港し、1926年3月16日に浸水、1928年2月23日に収益した。 カンバーランドは1928年から1938年まで中国の第五巡洋艦船隊に配属されたがその間の1935年に一旦イギリスに帰討し推薦武装校の強化など近代化改装を施されている。1938年に第二巡洋艦船隊所属として南大西洋へ派遣され、同地で1939年の第二次。 世界大戦勃発を迎えた。カンバーランドも南米大陸沿岸を航行する、ドイツの封鎖突破戦の捜索に従事し、同年10月からは、ディアンダー休系巡洋艦のアキリーズ及びエイジャックス、さらにヨーク90巡洋艦のエクセターの3隻と、共に G 部隊を編成し、大西洋からインド洋一帯で通商破壊を続ける、ドイツ海軍のドイッチュラント急走交換アドミラル。 グラーフシュペイの追跡に当たった。1939年12月5日、カンバーランドは、エイジャックスと共に、ドイツの客船ウスクマを捕捉し、打法を恐れた、ウスクマを自沈に追い込んだ。12月13日に、G 部隊とシュペイと、相対して、ラプラタ沖海戦が発生したが、カンバーランドは、フォークランド諸島のポートスタンリーで整備中であった。ためにこの海戦には参加できなかった。 傷ついたシュペのウルグアイのモンテビデオ入港を受けてカンバーランドもラプラタ川川口へ向かい海戦に参加した G 部隊の両艦に合流して河口の封鎖を行った。シュペの自陣後は引き続き南大西洋においてドイツ感染捜索や通商保護に従事し、その間の1940年3月に第6巡洋感染隊に編入されている。 1940年6月2日、カンバーランドはイギリスへ向かう、兵員輸送船団 US3 を護衛し、ケープタウンを出港。6月16日にイギリスに到着した船団から離れた。続いて6月25日から中東へ向かう、WS1 船団の護衛として、クリーノックを出港。7月16日、船団と共にケープタウンに到着し、 7月19日に出港、一時、ドイツ海軍仮想巡洋艦トールの捜索に動員された。7月29日に、戦団は、セイロンに到着し、カンバーランドは、護衛から離れた。カンバーランドは9月16日、弾薬輸送中のビシーフランス席の小戦ポアチエを、撃沈、9月18日には、ダカールを出撃したビシーフランス海軍のラガリソニエール。 休憩巡洋艦のグロワール、モンカルム・ジョルジュ・レームの追跡に投入された。9月21日、自由フランス軍によるダカール上陸作戦支援のために、クイーン・エリザベス級戦艦のバーラム、リベンジ級戦艦のレゾリューション、クーボ・アーク・ロイヤル、重巡洋艦でボンシャー等に合流したが9月23日の作戦当日、カンバーランドも沿岸砲台から命中弾を受けて、中破し、 8名の戦死者を出して交代した。10月からは、ケープタウンを拠点に、大西洋での戦団護衛や、通商保護に従事し、ドイツ海軍のドイッチュラント急走交換アドミラ。カンバーランドは1941年6月30日から9月まで、チャタム交渉で修理を行い、改装を受けた後カンバーランドの活動の場は北へ移った。10月に、 本国艦隊第一巡洋艦船隊に編入され、1942年から1943年まで、ソ連へ向かう p 9 7船団、p 9 8船団、JW51 バイト船団、JW53 船団、ソ連から戻る QP5、QP13、QP14、RA53 船団の護衛を行った。また1942年9月に、 ノルウェー人部隊をスピッツベルゲン諸島へ上陸させるギアボックス作戦に1943年5月にはスピッツベルゲン諸島の守備隊を交代させるギアボックス2作戦に参加した。このほか1942年11月には統治作戦にも参加している。カンバーランドは1943年8月より東洋艦隊への配備を前に2番3番。 主砲登場に 20mm 基準の増備、レーダー機器の更新などの改装工事を受け、1944年1月に同艦隊の第4巡洋艦船隊所属としてインド洋へ向かった。以後は対日戦に従事し以下の作戦に参加した。カンバーランドが参加した対日作戦は以下の通りである。1955年に取られた試験艦時のカンバーランド。 武装を11.4センチメートル速射砲に換装されている。第二次世界大戦終結後、カンバーランドはインドネシア独立戦争に伴って、オランダ領東、インドへ進駐したイギリス軍の支援にあたり、1945年11月にイギリスへ帰還した。その後は1946年6月まで。 極東からのイギリス軍部隊輸送に従事し、1949年から1951年にかけてデボンポートにおいて試験艦に改装され、以後は様々な兵装の試験台として使用された。1959年1月14日に除籍され、鉄くずとして売却後の同年11月3日に解体のためニューポートへ開港された。なお、 その間に1956年公開のラプラタ沖海戦を描いた映画戦艦シュペイゴー号の最後にカンバーランドが自身として出演している。ありがとうございます。